3つ目こちらです。じゃん、じゃん、私にしかできないことを、はい、はい、ということで、今のお話伺いましたように、もともとはそういうちょっと建築とか、うん、そっちのあとお花のこともいっぱいされてたらしいんですね、うんうん、だからこうそういうところを経て、まあ、今はこういうふうにこうお仕事もスプリングのお仕事もされてるし、まあ、いろんなところに出かけるようになりました。そうすると町のそこかしこで割と気になることも出てきたんですよね。はい、うん、私自分でその建築のお仕事をしたりしてた時に、やはりあのバリアフリーって一言で言ったら、うん、マニュアルが一応あるんですよね。手すりの高さはこのぐらいの高さがいいとか、段差はこのぐらいとか、はい、いろんなそういうマニュアルがあるんですけれども、 あくまでも自分が元気だった時は想像でいろんなこと、こうしたら使いやすいだろうなとか、こうしたらいいかなっていうのをね、マニュアルにのっとって自分なりにまあ想像しながらお仕事はしてたんですけれども、はい、実際自分が当事者になってみたら、うん、随分違うっていうことが分かって、例えば車椅子対応のね、多目的のおトイレありますよね、はい、ああいうところでも本当に使いやすいおトイレと、これでバリアフリーなのっていうね、おトイレとね、だってトイレットペーパーの位置がこんなところにあったりとか、これじゃ届かないよねっていうところにね、後から取ってつけましたみたいなね、ところについてるものとか、あんなのもそういうのの髄を集めた場所だと思ってましたけど、違う、違う、使ってみたら違う、全然違うんですよ、あ、本当。で、先日もちょっとたまたま泊まったホテルの、バリアフリー、うん、バリアフリールームを取ってもらって、はい、そこ の, お風呂を使ったんですけど、もう手すりの位置が低くて低くて、もう全然立ち上がることができなかったりとか、ららららもう不便なところいっぱいあるのがね、自分の身に降りかかってみて初めて気がついたところがいっぱいあるので、うんうん、はい、せっかく自分も今まで長年ね、その建築のお仕事とかもしてきたんだから、うん、はい、それでその当事者の目線でバリアフリーチェックができたらいいなっていうことをね、切実に思ってるんですよね。だからこれから、使い勝手のいい形バリアフリーにね、うん、直したいと思っている商業施設や住宅ももちろんですし、うん、はい、そういう今考えてる方たちに、当事者の立場で、ここはこういうふうにしたら使いやすいですよとか、はい、私福祉住環境コーディネーター、まあ、2級なんですけれども、うん、そっちの資格も障害を持ってから取ったんですよね。ですから、その住宅改修だとか、はい、その商業施設のバリアフリー化、うん、環境を整えることによって、うん、本当環境を整えることによって、はい、障害が障害じゃなくなるということがあるんですよ。はい、だからあくまでも手すり1本されど、手すりでもその一本によってつける位置ですとか、うんうんうん、そういうものによってね、うん、障害を感じないで自立することができるっていうのを 身をもって、なるほど、なんかちょっと話またずれるようですけど、うん、ビジネスチャンスですね。そうですね、本当に、やっぱり使う方が一番使いやすいっていうのが一番なので、はい、個人のお家なんかでしたらね、うん、そういう使う方を中心に、はい、アドバイスできると思うんですけども、うん、公共の場所って不特定、はい、多数の人が来ますよね、うん、だから一概に100% バリアフリーっていうのはないと思うんですけれども、うんうん、少しでも当事者の立場に立って、うん、プランすることによって、はい、かなり違うと思うんですね。だからこれからせっかくお金かけてそういう工事をやろうと思ってる、うんうん、でしたらぜひぜひ私が何かね、そういうお役に立てるお手伝いができればいいなって、はい、私でしかできないことみたいにっていうのが今後もまたできるかもしれないなっていうふうに思われているそうです、はい、本当そうだなと思いました、はい、うん、私も今日15歳の話聞くまで、車椅子の人はこうやってこうやってて背中上がってくるっていうのを初めて聞きましたここゴロゴロしたらあずましくないもんね。なんかね、気持ち悪い、気持ち悪い。せっかく素敵なお洋服でも、うん、なんか形がずれて、そうだそうだ、見た目がね、うんうん、
ちょっと恥ずかしいもんね、見苦しいものになる。いやいやいや、だからなんかそういうこと一つ一つを知ってれば、またそういう技術のある人が、あ、なるほど、こういうふうに。だどれだけ当事者の人たちと触れ合うチャンスがあるかってことですよね。そうですね。どんどん当事者の方に街にどんどん出てきていただくと、はい、またそういう知識がみんなが持てるようになるし、はい、そうすると街も変わってくるから。そうですね。どんどんみんなおしゃれして、はい、あの街中に出てきてほしいなと思いました。そうですね。もう、あのなんか変わってほしいとか、こうしてほしいっていうのはもちろんあるんですけれども、はい、まず私たち障害のある人たちが街に出てって積極的にね、いろんなところに出て、あ、こういうところが困るんだなっていうことを知ってもらったり、はい、障害者のことをいっぱい、ね、うん、関わって、うん、あの理解してもらえるようにつながっていくといいなって、うん、そんなふうに思ってます。そうですね、そうか。今日私ね、ファッションの話ばっかりになるかと思ったら、そんなことないの。本当にそれはアイテムで、あのどんどんみんながこうどうやって付き合っていくか、はい、ね、あのみんなの交流をどうやってしていくかっていうお話なんだなっていうふうに思いました。はい、私ある一昔前までは、はい、与えられたもの、障害のある人たちって与えられたものをね、うん、それをあの受け入れてっていうか、それを身につけたり、うん、あのなんていうのかな、やっていくっていう時代でした、うん、けれども、はい、今はね、いろんなものの中から自分に合ったもの、自分の好きなものをね、選ぶことができる、そういう世の中にだんだん変わってきてると思うんですよね、はい、だからそんなことも考えると、うん、まあ、おしゃれも一つの自分が元気になるアイテムの一つだし、うんうん、それにいろんな工夫、着ることの工夫もそうですし、住環境の工夫もそうだし、はい、ちょっと手を加えてお金をかけるんじゃなくて、はい、知恵とアイデアで、はい、すごく人間らしい、なんかもっともっと楽しい生活ができるようになるのかなって、はい、うん、そんなふうに思います。さっき、ちなみにさっき純子さんがおっしゃってた、うん、あのブラウスをスナップにしてね、うん、ここ可愛いアプリケにしてねっていうのは、だいたい制作予算3000円ぐらいだって聞きました。そうなの。こんなに可愛くて3000円よっていう話、だいたい女性は大好きですよね。そう、しかもなんか主婦感覚じゃないけれども、うん、ブラウスとカーデが新しいやつを、うん、それを買ってもらって、うん、手直しして、うん、3000何歩で上がっちゃったの、うん、ワクワクする、ね、そういう話大好き。もうお金かければね、いくらでもなんかね、うん、あの着飾ることはできるんですけども、うんうんうん、アイディア次第 で、 そうです、ねね、楽しめるって最高ですよね。本当、うん、そういう意味でもちょっとワクワクする今日は取材でございます。こちらこそ楽しかった。これからも素敵な提案をいろいろね、うん、あのしていただきたいなと、教えていただきたいなと思いました、今日のゲストは障害当事者講師の会スプリング代表の牧野純子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。